秋にやっておきたい冬支度、皆さん進んでますか？こちらはペレットストーブ。暖かさが優しいんですよ。そして炎を見てると心まで温まるような気持ちになるんですね。再生可能エネルギーが注目される中、木質ペレットを燃料とするペレットストーブは環境に優しい暖房器具。今回はこのペレットストーブを開発している南砺市の企業を訪ねます。ネッツ、ものづくりのその先へ。この番組は富山のものづくりを応援するネッツトヨタ富山がお送りします。南砺市にある西村製鋼、金属のプレス、溶接、板金を得意とし、車やオートバイの部品、コンビニエンスストアの商品棚などを製造しています。これまで50年近くの金属加工をして培った技術を生かして開発したのがペレットストーブです。木質ペレットは間伐材や製材工場などから出る端材を原料に生産されるバイオマス燃料です。高い熱効率など性能を追求した西村製鋼のペレットストーブは県外からも注文が多いといいます。なんとも言われない優しい暖かさですね。あったかいでしょ。いいもんですね。この西村さんのところでお作りになるペレットストーブの特徴、どんなところがあるんですか？ガラスが大きいことですよね。でガラスが大きいと何がいいかというと、遠赤外線が出て余計あったかく感じると。それとこの天板の上で煮炊きができる。そうなんですか。今からだと焼き芋、銀紙包んでちょんと置いといたら焼き芋になったり、使い方もシンプルです。これが燃料のペレットです。はいはいはい。原料は間伐材とか、あと製材所のおがこなんか、これをこの後ろのタンクに入れます。あ、手軽ですね。これで、あとはスイッチ押してオンで終わり。あ、横に操作パネルがあるんですね。そうです。ここではどんなことが？火力調整ですね。前から出るペレットの量を調整するわけです。あったかくしたいときは量をたくさん投入します。で、あったかくなりすぎたら絞るというか。あ、ってことはペレットは入れたらあとは自動でやってくれる。そうです、そうです。また設定した時間に自動で起動するタイマー機能もあります。これを押しとくと朝の6時とかに勝手にもう自動で着火してくれます。それは薪ストーブだとちょっと難しいですね。そうですね。日本ペレットストーブ工業会によると、日本でペレットストーブを開発しているのは7社から8社ほど。ニッチな業界を切り開いた西村製鋼のものづくりの現場へ。ここはあの設計部で 3D CAD でご設計してます。はい、木質ペレットを燃やすための容器である燃焼ポット。容器に開けた穴は送風ファンからの風の流れを整え、木質ペレットを効率よく燃やす大切な役割がありますが、開発は試行錯誤の連続だったといいます。穴位置変えたり穴数変えたり、いろいろもう何十種類もやって、ああ今こうやって画面上で見たり変えたりされてる。そうですね、改善改良することになると、まあ簡単な部品だと中1日で社内で作れますから、でどん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 改良して。そっか、自前でこの部品も作っていけるから、改善したいな改良したいなと思ったらすぐにそうですやり取りができるってこと。あ、これは強みですね。市販の部品はあえて使わず、機能性を高めた部品を自社で製造します。排気ファンの羽を作ってるところです。ああ、はい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 、
これですで、ここで仕上がり。今コンと小突いたぐらいの感じだったんですけども、はい、これがあ立ち上がってそうですファンの羽になってますね、すごい一瞬でできるんですかこれ。こう金型も社内で作ってます。金型は部品を大量生産するための型です。金型を自社で作れるからこそ部品の改良がスピーディーにできます。ペレットストーブの中でファンって欠かせないパーツですもんね。そうですね。それとやっぱりこのファンの羽の形状によって灰がくっつきやすくなったりくっつきにくくなったりそういった問題があるものですから、やはりこの形状が一番灰がくっつきにくい。排気ファンはこれまでに100以上もの試作品を作り、燃焼効率を下げる灰の付着を防ぐような形にしました。ファン屋さんがいや売ってくれんかいってたまに言われますけどすごいな。でもそれだけの製品がこの西村製鋼のアイデアと技術とこの一瞬の瞬く間に出来上がっていくと部品の溶接は自社でシステムを組んだロボットで行います。このロボット溶接のシステムで重要な役割を担うのがジグです。ジグは加工品を固定する補助工具のこと。加工内容に合わせて専門メーカーが一つ一つ作り上げる場合が多いのですが、これも自社で製造しています。できるだけ社内でできることはやろうという考えでやってます。自社の都合のいいように仕上げていって、今ベストな能率でロボットが動いていると。まあベストかどうかは分かりません。徐々にもっと改良するかもしれませんけど、今のところ、ええ、金属部品を組み終えると最後に送風ファン、排気ファンなどの電気部品を取り付けます。裏側はなかなか見ることないんですけども結構この電気のケーブルがいろいろあるんですね。センサーがいろいろありまして、これ振動センサーですね。あ、揺れを感知する、はいはい、あとは腹圧センサー、煙突詰まった時に止まるとか、そういったセンサーですね。あ、そういうのも監視してるわけですね。さらに温度の異常を感知する温度センサーが3つあり、安全面には特に配慮しています。できる限り安全安全ということで、そういった考え方で作ってます。そうなんですね。表からは全く見えませんが、裏側には安全への実に多くの監視システムが動いていると。そうですね、いうことなんですね。こうして完成したペレットストーブは全国におよそ100社ある販売店へ出荷されていきます。このものづくりのやりがいですね、どんなところにお感じになりますか。営業マンがよく言うんですけども、まあ、全国にディーラーさんいらっしゃるんですけども、こう嫌なこともありますけども、その褒めてもらうとなんか誇らしく思えて、ですからやっぱり自分たちのブランドで自分が作ったものを売ってるよというのはやっぱりみんなの誇りというかやりがいというかにつながるんじゃないかなと思っております。この後はネッツ豊田富山が取り組むアップサイクルを紹介。仲間と考えて悩んでチャレンジして、ものづくりには夢がある。ハッピーな未来を描こう。ミラコン。ネッツ豊田富山では SDGs の取り組みの一つとしてアップサイクルに取り組んでいます。アップサイクルとは、本来は捨てられるはずだった廃棄物にデザインやアイデアといった新たな付加価値を持たせ、新しい製品に生まれ変わらせることです。これが商品化第1号なんですけれども、車のヘッドランプ、それの透明なポリカーボネートという部分がございますけれども、割れてしまうともう全部捨ててたんですが、それを溶かしてサングラスのフレームにしたものがこちらになります。ポリカーボネートは透明性が高く、耐衝撃性にも優れています。サングラスは
日本のメガネ産地として有名な福井県鯖江市のプラスチック加工メーカーに作ってもらっています。一方、1ヶ月間におよそ50個も廃棄していたオイル缶から作ったのはネッツトヨタ富山のキャラクターアミーをペイントした椅子です。中身の方はご覧のように小物入れにもなりますので、子供部屋に置くにはちょうどいいサイズかなというふうに思っております。現在試作中なのがサービスエンジニアが着るつなぎ服から作ったトートバッグ。非常にこのつなぎは丈夫にできておりまして、それをこういうトートバッグに変えることで非常に長持ちできる非常に丈夫なバッグに早変わりいたしました。またエンジンオイルのフィルターをアレンジして作ったのはインテリアとして使えるランプです。ネッツトヨタ富山では今後もアップサイクルのプロジェクトを進めていくということです。これ以外にも捨てるものはたくさんある中で、どれだったらどういう商品に変わるだろうというのも模索しながら出していきたいなという展望はございます。考えて悩んでチャレンジして、ものづくりには夢がある。ハッピーな未来を描こう。ミラコン。ネッツトヨタ富山はミラコンを応援しています。助手席はもう予約済みとか、柄にもなくはしゃぐ息子、どの車にするかまだ決めきれてないくせに。ネッツトヨタ富山。南砺市にある西村製鋼、得意な金属加工の技術を使ってペレットストーブを開発しています。今後ですね、どんな風な形でこうありたいなというふうにお考えでいらっしゃいますか？次の機種はね、今開発中ですけども、ぐっとこう小型化にして、今度は上で煮炊きはしないような、そういったタイプ、いろんなレパートリーの広い製品揃えていきたいなと。であとは薪ストーブ作ったりとか、いろんなそういった関連のあるようなものも取り上げていきたいなというふうに思っております。ものづくりのその先へ、そこには情熱、そして夢があふれています。この番組は富山のものづくりを応援するネッツトヨタ富山がお送りしました。